きぶり、みんな。ただいま。ただいま。さっきぶりじゃね、みんな。なんか今の空き時間にいろんなメンバーの配信ちょっと見てきた。皆さんこの時間も星投げとカウントよろしくお願いします。よろしくお願いします。コスプレもしないですね今日。の配信の通知が。こんばんは。この時間もよろしくお願いします。ちょっとね迷ってきたんよね今私。6時から8時まで2時間 ?3 時間 ?2、3時間ぐらいずっとあのメンバーの紹介をしてメンバーを語る配信をしてきたんだけど、ちょっとねなんかずっと淡々としすぎじゃないですか。ずっとこの配信で今日の夜まで行っていいのかなと思ってきて、一旦ここでなんか新しい企画を挟もうかなと思ってきて、ずっとこれもなと思って新しい企画を挟もうかなってちょっと思ってきたんですけどいかがでしょうか。皆さん星投げカウントありがとうございます。なんかずっとこのまま私が永遠になんか喋り続けるのもなんかみんなもなんかつまらんやろうなと思って、ちょっと箸休め的な、そう箸休めはこういう時に使うんですね的な、何か新しい何か企画配信をしようと思って、みんなからの質問タイムか、この間の私の自己紹介50質問、なんかネットに書いてある50個の質問に私が答えるやつ、どっちかをしようかなと思います。そう私もこの今待ち時間の休憩時間にみんなの配信をねパーって見てたの。 STU メンバーのほぼ全員、あかりんさんカラオケやってたし、トロブさんカラオケやってたし、おきちゃんが、あまいちゃんが iPhone と料理配信してて、やぶしたふうさんがなんか目に眼帯しよったとかいろいろ見よったんよ。ありちゃんさんの配信も見よったし、ココアさんの配信も、あゆみんさんの配信も可愛かった、見よった。みんな頑張ってますね、ほんと。いや、もう頑張らなきゃ。あ、みちさんもカラオケ配信してるの？すごい。みんなじゃあ今日カラオケ三昧だね。STU メンバー。アカペラ配信。どうしようかな。質問。え、はるるんさんもカラオケしたの？やば。みんな。カラオケ行くじゃん今日。まさ。みんなからの質問に答える配信か、あのゆらがあの自己紹介質問に
答えていくやつか、どっちがいいですか。同じカラオケや、誰と誰が。ね、今日カラオケ配信のメンバー多いね。一日オフだったもんね、今日。みちはくちゃんの隣の隣。え、そうなんですか、すごい。みんな同じカラオケに行ってるんですね。12時まであるのかな、みんな。ゆらももう一回じゃあやろうかな、カラオケ配信。このイベントの終盤頃に、そうやね、終盤頃にもう一回カラオケ配信しようかな。ありじゃねえ、カラオケ配信。この機会ですね。歌唱力見てきてくださった方も多いけ、もう一回カラオケ配信やろうかな。いつにしようかな。イベントの終わりが、9日だもんね。8に何もなかったら8カラオケ配信しようかな。何もなかったらだけど。リンチありがとう。プーマありがとう。スノーノーム、ギフトの虹色の星って何か分かる。あ、なんかね、それね、何だっけ、11月11日に全員に配られたらしいんだけどね、めっちゃポイントの高い星だそうです。よかったらユラの部屋で投げてくれたら嬉しいな。なんか言ってた、なんかね、全員に11月11日にね、配られたらしい。ひでぽん、ハートありがとう。お、くまさんタワーが、くまさんタワーが、そう、レインボースターは1個1000ポイントなんだって。ひでぽん、ハートありがとう。くまさんタワーありがとうございます。わお、イベント前に使っちゃったんかい。ヘマくん、イベントがあるのも分かんなかったもんね、急だったしね、割と。虹色の星全部投げた、ありがとう。そう、みんな今カラオケ配信してるっぽい。カオスさん、クマさんタワーありがとうございます。ありがとう。光っちゃう、光っちゃう。こうの方がいいのかな。ありがとうございます。クマさんタワーありがとう。ありがとうございます。ああ、ありがとう。タケポンハートありがとうございます。七センシズさんいいね、ありがとうございます。わー、ありがとうございます。ちょっと一旦箸集め配信としてメンバーの紹介の前にちょっと一個挟もうと思います。昨日もやったんですけど、ゆらに50の質問を
手にやっちゃいたいと思います。カラオケバトル知ってる知ってる。まあでもね、勝手にできることじゃないからね、もう48に入ってるからね。ゆうに勝手にユーラーに50の質問。イエイ、ありがとうございます。このコーナーはですね、このコーナーはユーラーがネットで拾ったなんか自分のことをよく知ってもらいたい人の50の質問っていうのがあるんですけど、それを勝手にユラがどんどん答えていくっていう話ですね。50の質問。ももクロ大好きな人に50の質問。恋人を自慢したくてたまらない人に50の質問。ハリーポッターが大好きな人に50の質問。沖縄が好きな人に50の質問。これは自己紹介がいいやな。でも自己紹介を淡々とする人に50の質問。自分を知ってほしい人に50の質問。これ面白いね。一旦メンバー紹介を箸集めにしようかなと思って。いや、なんか皆さんがさ、ずっと同じすぎてちょっと配信つまんなくなってきてないかなと思って、ちょっと新しいことを途中に挟んで箸休めにしようかなと思います。気づいたら顔コロコロしてよし、いきます。微妙なプロフィールを披露したい人に50の質問いきたいと思います。でれん、1、利き腕を教えてください。利き腕は私は右利きですね。なんかでも一時期両利きに憧れて左手でご飯を食べようとしたんですけど無理で諦めました。なので利き腕はずっと右手です。でれん、2、味噌汁は何味噌派ですか。企画置いて楽しい。おお、ありがとうございます。 AKB 以外はね歌えないんですよ、ごめんね。赤と白ってことだよね。私は赤味噌派かな。でも実家っていうか大阪のおばあちゃん家に帰った時は、大阪のおばあちゃん家はずっと白味噌なので、年末は白味噌をよく食べるかな。マイクは左手で持つよいつも。パスタは好きですか。好きなら種類をあげてください。パスタは好きですよ。マイちゃんたちがさっきペペロンチーノ作ってたけど、ペペロンチーノも好き。でも一番好きなのはカルボナーラかな。あとはタラコスパとかも好きです。4、もしかしてラーメンもしくはうどん派なのでしょうか。はい、そうですね。私一回麺類について熱く語ったことがあるんですけど、1番ラーメン、2番うどん、3番油…え、何だったっけ。3番油そばって言ったっけ。私4番そうめん、5番パスタぐらいかなって感じ。麺類についてはうるさいです。イケメンリア充と雰囲気イケメンリア充、憎いのは。イケメンリア充と雰囲気イケメンリア充、何が違うの。イケメンリア充と雰囲気イケメンリア充、雰囲気がイケメンのリア充とイケメンのリア充ってこと。どっちも別に憎くもなんとも思わんのんじゃけど、どうとも思わん。あんまり興味がないかな。あんまり興味ないですね。服着てるわ。好きなバンドであまり有名じゃないの教えてください。これはリグレットガールっていうバンドさんがあんまり有名なのかな。私はあんまりそんな知らなかったんだけど、友達に教えてもらって聞いてからいいなって思ったバンドさんがいて、リグレットガールはすごく最近聞いてますね。リグレットガール、うん、タイプの人を見かけたら何を思いますか。何を思いますか。まず自分のタイプが分かんないし、好きな人のタイプの人に出会ったこともないかな。好きな
雑誌は本でもいいです。好きな雑誌は、でも雑誌高校生とか中学生の時とかはめっちゃ見てたんですけど、ポップティーンとかを。最近なんか全然見なくなっちゃったな。でもポップティーンはずっと好きですよ。今あゆみんさんも出てるしね。あとはラルムとかも好きですね。白石麻衣さんとかが出てるやつ。ベリーグッドマン、あ、聞きますよ。聞きます聞きます。名字はありふれてる方ですか、珍しい方ですか？私の名字は珍しい方だよね。ユラは自分以外に出会ったことがないです。途中でだるくなってやめたゲームをあげてください。だるくなってやめたゲーム、なんだろうな。あ、なんだろう、この間消したなんかゲームあったな。私めっちゃいろんなゲーム入れてるからさ。あ、あれ、なんか玉をこうやってポン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 ってどんどん放出させてブロックを崩していくみたいなアプリ、あれはやめましたね。もうなんかそういう変なアプリばっかり入れてるんですよね。私もユラって自分以外に出会ったことない。外出は好きですか、好きならよく何をしますか？外出は好きだけど、別に今日みたいに一日中家にいることも全然ある。外出は好きですか、好きならよく何をしますか、なんだろうな。でも買い物もあんまりしないし、友達と行くってなったらなんだろうな、なんかカフェとか行くかな、可愛いカフェとか友達についてって。で、なんか甘いもの食べてちょっと気分悪くなったりするタイプの人間です。インドア派ならあなたは家にこもって何をやっているというのです。インドア派っていうわけではないけど、今日はもう家にこもってショールームをやってます。霊に立て祀られなければならないとして、子供と霊に取り憑かれなければならないとして、子供と狐どちらがマシですか？何この質問。狐、つるひげさんありがとう。そもそも霊を信じてないでしたら、それっぽい現象にあったときどう対処しますか？霊をなんか信じてるわ、信じてないわけではないんだけど、自分が霊感がなさすぎて、自分が霊感がなさすぎてあんまりそういう場面に出会ったことがないんですよね。霊感がある人っていますか？なんか私霊感がないから、霊感がある人がどういうあれなのか全然わかんないんですよね。自分はこうそういう経験をしたことがないからね。癖が強い質問ですね。めっちゃそれ家さん誰もいっぱいありがとう。私もない、全くない。だからなんかみんながなんか野外活動の時に、小学校5年生の時になんかみんなが野外活動って結構山の中でやるから、みんながなんかあそこに下半身のない女の人が見えるみたいなことを言い始めて、なんかやばいやばいみたいな、みんな泣き出したりして、でも私全く見えなかったんですよ、小学校5年生の時に。でもなんかみんながやばいって言ってるから、やばいって言った方がいいのかなと思って、あー明かりも見える、やばい怖いとか言ってたけど、本当にそういうね、なんかみんなが見えたりした時もね、私一回も見えたことがないんですよね。全く霊感がないです、ありがたいことに。ピタちゃんありがとう。次、倒す方、倒される方、どちらが好み？どういう質問ですかこれ。よくわかんないけど、よく私はパルットさんに倒されてます。字は人並みに書ける方ですか？まあ綺麗ではないんだけど、別に綺麗ではないけど、まあそんな書けないってことでもないかな。絵は得意ですか？はい、得意ですね、みんな。はい、笑顔と泣き顔どっちが好き？ユラの笑顔と泣き顔だったら皆さんどっちが好きですか？でも自分的には、泣き顔もめちゃめちゃブサイクだけど、自分的には自分の笑顔がなんか好きじゃなさすぎて、なんか笑顔が可愛い子ってめっちゃ羨ましいなって思う。なんかね、自分の笑顔がねすごい嫌いだから、よくこうやって隠しちゃうんですよ。でもアイドルとして致命的ですよね、笑顔が可愛くないっていう。本当にね、私自分の笑顔に自信がないんですよね。みんな笑顔の方がいいってでも言ってくるね。好物は何ですか？
好物はお好み焼きです。砂糖だけ舐めるとか、砂糖だけ舐めるとか氷を食べるとか、そういう趣向はありますか？ありますね。氷砂糖も食べるし、普通の砂糖も砂糖だけこうやって取って舐めちゃったりすることある。あと角砂糖とかも角砂糖だけで食べちゃうこともあるし、氷だけ食べることもあります。好きなマスコットキャラクターをどうぞ。これははなかっぱとサンリオのシナモンですかね。好きなマスコットキャラクターの好きなところは、はなかっぱはなんか憎めないところですかね。ぐうたらでなんかちょっとのんびりした性格だけど、まあ憎めないところですかね。24、アドリブは聞かせれる方ですか？ありがとうございます。皆さんコメント、アドリブはでも結構聞かせれるタイプだと思います。最近聞かせたアドリブは、だってもうショールームとかも、いやもうアドリブでしかないからねって思う。ベーコンとソーセージ選ぶなら、ベーコンの方が好きかな。自分にしかできない特技とかあります？自分にしかできない特技、まあでも結構割と私おしゃべりが好きなので、さっきもだけどメンバーのことについて永遠に喋ったりとか、なんか常にずっと喋り続けるのは私の特技かなとは思う。その話が面白いかどうかは別としてだけど。みみおしの人さん、バラありがとう、小判もありがとう。夢ってありますか？ありますね。夢っていうか、まあいつか自分の写真集を出したいなっていうのはありますね。あとは自分の写った PV をファンの人と一緒に見たいなっていうのも自分の夢の一つですね。消しゴム程度なら食べれると思いますか？何？ねえ、この質問ちょっと頭おかしいね。消しゴム程度なら食べれると思いますか？まあ別に消しゴムぐらい食べてもなんともないとは思うけど、小さめにした方がいいと思う。小学校の時の性格を教えてください。小学校の時の性格はなんかちょっと面倒を見たがる、ちょっと自分お姉さんですよ感を出したがるタイプの子だったと思う。なんか6年生になった時に、あのペアの1年生の子とかにめっちゃ何でもしてあげたいみたいな、ちょっとお世話焼き系な小学生だったかなと思います。質問のセンスがすごいね。これからこのようになりたい ST の先輩は、ユミリンさん、歴代48メンバーで最も尊敬するのは須田あかりさんかな。次、後世に残したいことやものがあればどうぞ。後世、私が写ってる MV はでもずっと残り続けると思うから、あの MV に写れるように頑張りたいなって思います。冬の防寒具は最近何がお気に入り？もうこれですね。これマフラーなんだけど、もうめっちゃ愛用してるマフラーだけど、なんかもう結構ストールみたいな感じで使っちゃって。 UFO とペヤング、 UFO が好き。次、仕事大変ですか？やってない人は今何が大変ですか？大変じゃないかって言われたら大変だけど、でもなんか他の人と違うと思う。他の人は毎日決まった時間まで朝から夜まで働かないといけなくって、毎日同じような仕事をこなさなくちゃいけなくって、それはそれで大変だと思うけど、ゆらはゆらでこの仕事をが、なんかなんだろう、大変な時と大変じゃない時の差がすごい激しいけど、でも基本常に悩みながらもがきながらやってるなって思った。いや STU の MV はドラフト生まだ1個も映ったことがないのだから、いつか自分の出てる MV があの出てきたらいいなっていう話です。ふーまありがとう、ふーがさんありがとう。これは毛布じゃなくてね、ちゃんとしたマフラーなのです。次は、好きな花はありますか？ありますね。好きな花あります、いっぱいあるけど、カーネーションとスズランが好きです。お花は。次、何の脈絡もなく嫌われたらどう対応しますか？これはでも嫌われたらめっちゃ自分から話しかけますね。なんか逆にずっと嫌われたまま終わるのが辛いので、自分から話しかけてちょっとでも好きになってもらって終わりたいなって思うタイプの人間ですね。はい、
そこまで好きじゃないけどここは気に入ってるってものはありますか？なんだろう、そこまで好きじゃないけどここは気に入ってるってもの、なんだろう、特にないですかね。待って、結構さこの質問なんか難しい、なんか個性的な質問が多いね。しゅんさん、中学生なの？ありがとう。 ST のゆらりんことゆらかいです、よろしくお願いします。何歳ぐらいまでアイドルしていたいですか？何歳で結婚していたい、何歳までしたいって具体的に考えることはないけど、まあ、あの子供は産みたいなって思うから早めに結婚はしたいなと思うから、それまでには卒業しないとだなって思う。次、音楽は得意でしたか？得意でしたね。でも音符とかはパッて言われて読めない、ピアノとかやってたわけではないから。疲れた時の癒しはあの寝ることですね。もうとにかく今回のショールームイベントでね、ほんまにそうなんだなって分かった。寝るのが一番ね疲れが取れます。好きなアイスは何ですか？チョコモナカジャムが好き。あとはモーのなんかベリーみたいなやつも好き。次、体育は得意でしたか？体育は得意でした、割と。でも球技系は全くできなかったけど、なんかマット運動とかなんていうの、そうなんか足の速さとかも別に速すぎるわけではないけど遅すぎるわけでもなくみたいな、得意か得意じゃないかって言われたらなんかどちらでもないけどちょっと得意よりぐらいな感じ。次は、集中力は高い方ですか？高いけど、集中力めっちゃ高いけどめっちゃ短いですね。あんまり集中力が長続きしない。だからもう今日一日ショールームとかやってたらもうなんか今が何時とかよく分かんなくなっちゃうし、何の話してるのかとかもちょっと分かんなくなってきちゃってる。そろそろやばい。ストレス発散方法はね、なんだろう、寝ること、もう寝ることしかないよね。寝ること、食べることだね。もう人間の生理現象だから三大欲求を満たしてあげることが一番のストレス発散。あとは枕を口にこう当ててめっちゃ叫ぶとかもたまにやる。あと思いっきし泣く。めっちゃしんどい時は一人でうわーって声を出して泣きます。次、テニス、卓球、バドミントン、サッカー、バレー、バスケ、やるならバドミントンですね。最高って思った瞬間教えてください。最高って思った瞬間、いや今ショールームやってて今3位にあのなんとかしがみつけてるところとか最高ですよね。よかったって思いますね。友人が SNS なので急にポエマー始めたらどう思いますか？うわ、なんか言ってるわって感じ。なんか言ってるなこの子って思う。タコとイカどっちをつかみますか？イカ、タコはつかめない。はじめまして、福岡から見てます。すーちゃん、ありがとう。 STA のゆらりんことゆらんかりです。私も福岡7年くらい住んでたんですよ。ありがとうございます、来てくれて。ゆらさんの方が全然いいと思うけどね。わあ嬉しい、ありがとう。でもそんなことはないんですよ。でもそう思ってくれて嬉しいです。好きって言われることと嫌いって言われることどっちが多い？これはこの職業やってるからこそ好きって言っていただけることの方が多いですけどね。はい、カーテンじゃないよ、マフラーで。老後はどこで暮らしたいですか？老人ホームに入りたい。ずっと人と話しときたい、一人ではいたくないかな。打楽器得意ですか？あ、ドラムはでもちょっとだけやったことがある、ほんのちょっとだけ。運命とかって信じます？割と信じるかな。 STA に入ったのも運命だなって思ってるし、ドラフトで入ったのも運命だなって思ってる。例えば知人の結婚が決まったら結婚式で何をしますか？歌を歌う、歌いたい。自分の結婚式で知人に何をしてほしいですか？なんかなんだろう、何をしてほしいとか特にないけど、
来てくれたらそれだけで十分だけどね。好きな曲を何か一つ、 AKB グループで一番好きな曲は少女たちよですかね。行ってみたい国はどこですか？モルディブですね。なんかもう観光っていうか、まあバカンスをしにモルディブに行ってみたいです。最後まで答えてくれたって最後まで答えてくれてどうもありがとう。ところでおにぎりって手で持って食べてる？箸で食べる人いないでしょ、おにぎり手で持って食べるわ。なんだこの質問は。なんか確かに微妙なプロフィールを披露したい人に50の質問だね。確かにその通りだった。ちょっとよくわからない質問多かったね。でもちょっと面白かった。よっしゃ、一旦箸休めとして配信を。 STU メンバーについて語る配信の箸休めとしてユラに勝手に50の質問やってみました。ちょっと質問の癖が強い。それな、なんかよくそんなことみんな気になるかなみたいな内容の質問が多かったけど、ちょっと面白かったですね。それはそれで。箸で食べる人いるんだおにぎり。私絶対手で食べるわ。でちょっと明日の朝の予定を考えたいと思います。明日10時からレッスンってことは、明日はそうだな、どうしようかな。明日は明日の朝が、とりあえずそっからレッスンがあるので、明日の朝の予定はこんな感じかな。プーマありがとう。平次さん、スノードームありがとう。明日の予定、とりあえず朝は5時から5時40分。これは星投げさん集できればしていただきたいと思うので45分間配信します。そっから30分休憩。もうね、ここで絶対にね起きる。もう本当にね、一枠飛ばすなんてね、ボンミスをしないように明日は気をつけます。本当に6時15分から6時45分で次やって、次7時16分から7時46分でやって、30分やって30分休憩して30分でやって、もう絶対に今日みたいなことはないように気をつけます。本当に本当に今日みたいな、今何時みたいなことがないように本当に気をつけたいと思います。はい、で次は、8時16分から8時半でレッスンに行こうと思います。でレッスン行って、そっから帰ってくるのが何時になるかな。早くできても16時過ぎるかなっていう感じですね。まあちょっとこれはレッスン受けてからじゃないとどうなるかわかんないので、またレッスン終わり次第メールやらこの配信予約やらで終わろうと、お知らせしようと思います。私がレッスンしてる間、皆さん仮釈放タイムなのでユラがレッスンしてる間がチャンスです。こんな感じかな。明日の朝の予定はとりあえずこんな感じで、こんな感じだけど、どうだろう、 夕方4時半くらいからできたらいいなぐらいに思っといてください。夕方はお願いします。8時17分ね、そうね。
できない間に抜かれたくないよ。できない間に抜かれるのが一番怖いよ。できるだけ早く、早くね、やらなきゃね。帰ってきて、可愛いって言われるのと綺麗って言われるのどっちが嬉しい？どうだろう。でもどっちも嬉しいけどね。可愛いって言われることの方が割と多いかもしんない。綺麗って言われるよりかは。てな感じのスケジュールで明日はやっていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。最低でも4時半とかに、4時半とかになるかなって感じです。はい、お願いします。メンタルがね、確かに来るね。もうなんかメンタルが来るわ。そういうことじゃね。メンタルと腰に来る。ずっと座ってるから。とりあえず抜かされないように早く帰ってきて、早く配信しなきゃ。あとバスで絶対に寝落ちしないようにしないと。寝過ごしちゃいそう。バスで、バスで寝過ごしちゃいそう。本当に朝眠すぎて怖いよ。でもこれが今できる最大のスケジュールかなと思います。恭平ハートありがとう。これぐらいがギリできるスケジュールだもんな。そう、なんかバスとかってさ、あったかいからさ、しかもちょっと揺れたりするからさ、寝ちゃうんだよね。それでついつい終点まで行ってしまって、あーやばい、やらかしたってなるんですよね。極寒の中でだったら全然目覚めるからいいんだけどね。とりあえず今日が終わればあと5日です。カウントダウンができるのが嬉しいですね。バスで立っとけばいいのか、しんどいな。絶対自分に負けて私座っちゃうな。もうね、朝は寝ないように頑張ります。本当に。夜早く寝ろってことよね、ほんま。今日はこんな感じでマイペースに夜まで配信していきたいと思います。次の枠から9時4分からはメンバーの紹介配信にまた戻ろうかなって思います。今お箸休めでね、ゆらに50の質問っていうのをやったんですけど、次からは元に戻ってメンバーの紹介配信をどんどんしていこうと思います。次は9時4分からですね。次の枠はとりあえず45分ぐらいになるので、ゆっくり壇上を読みたいと思います。ちなみに次の9時4分からは、メンバー紹介、サッキーさんからしていきたいと思います。サッキーさん、ゆめりんさん、コッコさん、まひなさん、トロブさん、ひょうどさん、あかりんさん、どこまでいけるかわかんないですけど、次から、9時4分からメンバー紹介配信をしていきたいと思います。もうこれ消せるね。9時4分からでしょ、次は。ってことはここ終了9時4分から9時4分、10時5分、11時6分、あと3時間です。
時間で今日の配信は終わりです。あと3時間しかない。よっしゃ頑張るぞ。あと3時間。メンバーのこと紹介しよったら3時間なんかすぐ経つわ。これマフラーよ。すごい生活感のある格好で、朝からパジャマから着替えてないというね。ずっと朝からずっとこのパジャマのままで生活しよるんじゃけど、私レギンスもパジャマのままねえ、やばいね。家から出てないんだもんだって。よっしゃ、では残りあと3時間一緒に頑張りましょう。そして残りあと3時間やったら、明日は朝の5時から、さっきの考えたスケジュールで配信していこうと思います。こういったらねレッスンがあるので、帰りは何時になるか分かんないけど、できるだけ早く帰ってきて配信したいと思います。頑張ります。歌すごいですよね。見ました、予選放送。ああありがとうございます。 STU のゆらにんことゆらあかりです。見に来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで一旦壇上を読みたいと思います。壇上を読みたいと思います。第13位がサクサクさん、ありがとうございます。12位がゴニさん、ありがとうございます。そして11位がリンジン、あとユラキャン、ありがとうございます。10位がクロニャンコさん、カムサムエダー、ありがとうございます。ボージセッソーカムサー、ありがとうございます。そして9位がモットンさん、ありがとうございます。そして8位が伝説のヒデポン、あと箸休めも大変楽しませていただきました、ありがとう。9時4分からねまた戻ってメンバー紹介配信をサッキーさんからやっていきたいと思います。そして7位が台湾夜嵐さん、あかりラブ今日仕事が終わった、お仕事お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとう、シェイシェイ。じゃあいっぱいこれからの配信は付き合ってくださいね、お願いします。そして6位がみゆみゆ推しの人さん、ありがとうございます。そして5位がチョロヒゲさん、ありがとうございます。そして4位がプーマ、ありがとうございます。そして3位が七センシズさん、ありがとうございます。そして2位がチロリンさん、ありがとうございます。そして1位がデルデルデルデンカオスさん、クマさんタワー、ありがとうございました。ということでこの枠の配信は一旦終了で、次は9時4分からメンバー紹介配信を再開させたいと思います。それではありがとうございました。バイバーイ。